ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。今日はですね、ここ森の図書室からお届けしたいと思います。オープン前の森の図書室にお邪魔しまして、はい、こちらからお届けしたいと思います。それでは今日の質問です。クラウドファンディングが日本でも資金調達方法の一つとして少しずつ浸透してきているように思います。堀江さんもキャンプファイヤーの顧問をされていらっしゃいますが、今後クラウドファンディングを運営する会社は増えていき、マネタイズもしやすくなるという判断があってのことでしょうか。参入障壁が比較的低いと聞いて、今のうちに参入しても面白いのではと考えております。一時のグルーポンのような共同購入サイトのようにクラウドファンディング運営会社が乱立する可能性もあるのかと思い質問してみましたという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日のゲストはですね、森の図書室企画者の森俊介さんです。よろしくお願いします。ここにこんな図書館があるなんてみたいなね、うん、夜1時までっていいですよね。1時ってすごいですね。お酒だけじゃなくてコーヒーとかも飲めるんですか？コーヒーも、はい、飲めます。じゃあもうカフェですよね、うん、軽食はどんなの？軽食はホットサンドとか、まだあのメニュー確定してないんですけど、いい、あの簡単な食べるものは本の中に出てくる登場メニューみたいなのも置きたいなと思っていて。うん、なるほどね。ちいち判断。ありがとうございます。そういうの好きなんですよ。はい、まあ、例えばグリとグラのカステラみたいな、そういうような、そっち系か、いや、あのそれだけに。どっち系期待してんの？どっち系期待してんの？なんかこうラピュタとかであるパンとか。いいですね。それでも映画ですね。ラピュタの何パン？だから目玉焼きの、そう、目玉焼き、ラピュタパンですよ、ラピュタパン。だからそうで、ラピュタパン、彼が森さんからね、はい、あのツッコミ入りましたけど、それは本じゃなくて映画ですっていう、はい、すいません、アニメです。で俺はね、あの本の中に出てくる一番今まででうまそうだなと思った食べ物って何だと思う？それ一番うまそうだと思った食べ物、多分ね、僕らの世代じゃないと分かんないと思うんだよね。絶版、絶版、絶版になっちゃったんで。ちなみに、あ、ちょ、ちなみにちびくろサンボって知ってる？ああ、ホットケーキですね。そう、ちびくろサンボのホットケーキよ。 ある？まさかある？これがね、なんかこの、トラ？トラ？はい、トラですね。トラがなんかぐる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 回っていつの間にかホットケーキになってました。まあそんな感じですね。色が一緒だから、なんかとにかくトラがぐる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 回ってホットケーキがボンボン出てくる感じで、だけどこれは本当にうまそうなのよ、ちびくろサンボのホットケーキは。これ本当食べたかったもん。すごいですいやいや、俺らの世代はちびくろサンボのホットケーキっつったらもうね、はい、どうやってできんでしたっけ？トラがぐるぐる回る。ホリエモンチャンネル。はい、じゃあ質問いきましょうかね。はい、質問の答えいきましょうか。はい、はい、はい、いきましょうか。私はこう答えました、いや、すでに乱立しててレッドオーシャン状態です。そのうち到達、されていくとは思いますけど、というふうに答えました。すでにもう、はい、もう十数社あるんじゃないですか、日本だけでも。はー、世界的に見ると多分100社超えてると思います。まあ、例えば日本だと、うん、あのキャンプファイヤーが一番最大手ですけど、うん、まあ、全然世界で一番大きいのはキックスターターってところで、もうキックスターターももっと規模が10倍以上大きいんで、うん、今すごく競争、過当競争期状態になってますけど、その中で生き抜く大変だと思いますよ。大変、いや、だからやんない方がいいと思いますけど。なるほどね。今からやるの。すでにも乱立してるから。すで、はい、に乱立してるんで、はい、あの別にクラウドファンディングで何か資金を集めるんだったらいいですけど、うん、その運営会社は結構薄利なんで、あのやめた方がいいと思います。じゃあやめましょうかね、はいはい、クラウドファンディングで集める方でね、そうです、なんか企画を頑張ってみる方がいいかもしれないですね。本を書くとかでもいいし、うん、これ僕はね、岡田斗司夫さんと書いた、うん、ダイヤモンドダキングが金に執着する前の生き方を書いてあるっていう本なんですけど、うん、例えばこういうのを作る時でも、うん、あのクラウドファンディングで本作ったりとかできるんですよ、うん、例えば何か取材が必要なジャーナリストの人が何かどっかこう取材をして本を一冊作りたいとか、そういうのでもクラウドファンディング多分使えるんで、使い方はまだまだ可能性があると思いますんで、そのサービスを運営するよりもう運営会社いっぱいあるんだから、お金を集める方を考えてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。
YouTube チャンネルもよろしくね。